時村らの奮戦により徳川秀忠の軍勢は足止めされた。だが関ヶ原の戦いは西軍の敗北に終わる。勝者となった家康は幸村に黒山への蟄居を命じる。信行の思いを汲み取った幸村は命に従った。事実上の天下人となった家康は江戸に幕府を開き、徳川政権の安定のため豊臣家に臣従を求めた。しかし豊臣家はこれを拒否。ついには徳川家に最後の戦いを挑むべく挙兵する。豊臣家は黒山の幸村に参陣を求める。幸村は密かに黒山を出し大阪城に入城した。対する徳川は天下諸侯に号令して大阪城を囲む。その包囲軍の中には幸村の兄信行の姿もあった。真田の将、大阪の陣。貫き、私は幸村様の忍びだから。家康、ただその首一つを取ればいい。どうかしたのか。どうかしたって、周りどこも敵でいっぱい。なのにそんな涼しい顔して。幸村様、まるで綺麗だな。いつだったかこんな桜を見上げたことがある。あの時も胸が高鳴った。本当綺麗。この桜、来年もこんな時期に咲くんですかね。ああ、また一緒に見られますかね。ああ、雪村様、最後までお守りします。だからだから死なないで。大阪城は完全に包囲されているが、だが我らは秀頼様をお守りし戦い抜く。乱世を生きた者の負の意地をここに示す。幸村様、ついていきます。だから置いてかないでください。真田丸は防衛の要、敵も放ってはおかない。
これにあり。
けではなかったか。こんくらい、ちょちょいのちょい。我こそが天下無双の強者なり。敵将討ち取りなり。力を及ばすか。知らずめ、押して参る。本気で来い、勝てるかもしれない。敵将お任せを討ち取ったり。よくし、城内への侵入は食い止められたな。私にできることがあるなら何だろう。城に大筒を打ち込み、揺さぶりをかけ、急ぎ準備にかかれ。開門。以外にない。全軍真田丸へ突撃せよ。
待ちくたびれたぞ。奥州王政宗、今竜となる。殿、お願いです。稲も行かせてください。真田丸への攻撃は陽動だったか。開門。お父様、お母様、私に勇気をください。敗走。姉に何度も槍を交えた。そしてこれが最後となりましょう。いざ。これより新しき世が始まる。モノノクの時代は終わるのじゃ。なればこそ、ここで槍を置くわけにはいきません。ついに落城の時が来たか。まずは秀頼様を安全な場所へお連れするのだ。敵将討ち取ったり。ここは引かせてもらうわ。こんくらい、ちょちょいのちょい。を示すのみ。敵本陣にて家康の首を取る。俺にあり。
モノノフの意地にかけてあなたを撃つ。体の生き様見届けねばならない。この命投げ出しても相手になろうぞ。家康様のもとへは行かせぬ。来い、雪村。勝負だ。兄上、家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と千尋がこの雪村の役目なれば、兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村！お前が咲かせた花、私が守った。